でね、これすげえなと思ったのが、夏楽しんでる？夏といえばさ、お祭りでしょ、花火大会でしょ、プール、海、バーベキュー、なんかいっぱいあるよね。でもね、俺そういうの全然行かないの、行けないの、行ってくれる人いないの。去年も、あ、ごめん、ちょっと無駄話でごめんなさいね、祭りがなんか近くでやってるっていう風のを聞いたからちょっと行ってみたのよ。そしたら家族で来てる方とかカップルとか友達とかが来てる人たちがいっぱいいてさ、うわいいなーと思いつつも、なんかどん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 悲しくなって、結局10分して帰りましたよ。人がすごくて幸せになんか押しつぶされそうになってたよね俺。はい、ということでさっきね、あのポストをこう見に行ったんですね。こちら届いておりました。フィギュアーツゼロチェンソーマンフィギュアで、それじゃあね、まずは箱からご覧ください。かっこいいでしょ。これ目光るのと思ったけど、目光るわけではないんだけど、光るわけないよね、光んないよね、さすがに光んないよね、ね、光んないよね、光るわけないか。ごめんなさい、不意に来てからさ、やったプレゼントだと思いながらも、自分で買ったんだけど、わやった、夏これで楽しめるよと思いながらもね。それじゃあ開封していきたいと思いまーす。え、なになに、やめて。学生さんはもう夏休みですよ。皆さんどこ行きます？夏はいろんなやることあるからね。行きますよ。わおわおわお、うわ、あー新しい匂い、これが夏の匂いか。あーな、やっ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 、きたこれ、すっげー。それじゃあね、じっくりそれじゃあね、細かく見ていきたいと思います。こちらのフィギュアはあの神原型師の岩倉慶治さんが造形をしております。まずね、この造形がえげつないね。内蔵エフェクトとかも臨場感があって、でこのねクリアエフェクトも、まあ、多分これ血ですよね、紫のクリアエフェクトで表現してるんだと思います。チェンソーマンジオラマっていうのはグロいね、芸術品でございます。まずね、この岩倉さんならではの造形でございますよね。シワが多い、これ見てよ、この背中のシワもすごいね。この服のシワよーく見るとね、もっとね細かいシワがたくさん施されてるんですよ。で竿でございます、着物感がすごい。あとこんな感じでちゃんとね、背骨もしっかりと造形されてて、この陰影もしっかりとされております。でね、これすげーなと思ったのがここ、ポッケ見て、後ろポッケの使用感、多分なんかポッケに手とか入れてたのかなって、そんなところまで想像できちゃう造形でございます。最高、いやーさすがでございますね、すごいわ、マジかっこいい。チェンソーマンフィギュアってさ、なんか前にもねプライズのフィギュアを紹介したんですけど、ちょっと持ってきますね。はい、こちらプライズのフィギュアをちょっとリペイントしたチェンソーマンなんですけど、これもなかなかすごいの、やめて。やっぱこのプライズすげえわ。いや、やっぱ岩倉さんのは洋服とかの質感が全然違うね。プライズはプライズでね、なんか良さもあるんですけど、プライズはなんかアニメの中をそのまんま引っ張り出してきたような感じで、この岩倉慶治さんはなんか3次元にいたら多分こんな感じなんだろうなっていうこの造形だよね。うん、いやー、マジどっちもかっこいいわ、言うて。ちょいな。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。本日はこちらフィギュアーズゼロのチェンソーマンフィギュアの紹介でございました。皆さんもぜひ検討していただけたらなと思います。それじゃあ皆さん、夏楽しんでいきましょう。どんどん投稿してきますよ。ビルも、ビル本当は今日やろうと思ってたけど、これの編集があるから今回はちょっと、また来週ぐらいになると思うけど、
よろしくお願いしますね。はい、ということでこの動画参考になったと思った方、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それじゃあ。